私は NHK に文句を言いたいのは内容が悪すぎるということであります。で、私のところに来た相談をですね、お父様が亡くなったのでお父様の契約を解約してほしいというですね、電話を NHK にかけたところ本当に亡くなったんですか、というですね、返事をもらい激怒したという方もいらっしゃいます。同様にですね、お母様がですね、介護施設に入ると、で家では誰も見なくなる、いなくなる、だから解約してくれという電話を NHK にかけたところ、お母さんは介護施設で NHK 入所だったらはい、2回の方を NHK に入れたというぶち切れた方もいらっしゃいますが、NHK はですね、NHK 職員自身は NHK に専門職を得まして、日本国民全員、赤ちゃんから高齢者のところで全員、NHK に受信料を払うべきであると考えていると中の人にお聞きしたことがあります。そんなものですからやめたいなんて言うとそういうひどい言葉を投げかけるんだと思います。それとですね、引っ越すからもうこの前に諦めなっちゃう、言ったところですね、NHK はなんと家が建ってる限り受信料を払え、言ったそうであります。これはおかしな話であります。どうして NHK がこんなにも全員がなんでしょうか。